まあ、大阪取引所のデリバティブ市場の外観について簡単に申し上げたいと思います。年度で見ますと18年度は15年度に続いて市場歴代2位の ADV を記録しているということでございます。で、我々の主力商品でございますが、ご存知のように日経225ラージとミニというのがございまして、あとトピックスの先物、あるいは日経225のオプションという商品が主力の商品になっております。かなりこの2013年度以降、こういった225のミニおよびトピックス先物の取引高は増えていると。昨年度やはり過去2番目の水準まで来ているということでございます。夜間取引、2016年から朝の5時半まで延長しました。ヨーロッパとかあるいはアメリカ、特にトランプ大統領になってからはアメリカ発のニュースが多くてですね、それを起点に世界中のマーケットが動くということがよくあるわけですけども、それに伴って私どものこの夜間取引、ここの割合が全体1日の取引の 40% 強、一番高かった去年の10月は 46% まで伸びてきているという現状で、やはりこれ 50% を目指して徐々に上がっていくんではないかなというふうに思います。それでは先般発表しました第3次中継の中における私どもデリバティブマーケットの今後の目標についてですね、簡単に申し上げたいと思います。一つは総合取引所の実現ということであります。今大きく前進しております。3月には基本合意書を締結しですね、今デューディリジェンスを経て公開買い付け価格を決定する直前まで来ているという状況でございます。で、目指すべき方向性というのはやはり日本のマーケット、資本市場の競争力の強化ということだと思っておりまして、慎重に取り組まなきゃいけない部分もあるわけですけども、ぜひですね、前向きに取り組んでいきたいというふうに思っております。それから私どもの取引システム、今は J ゲート、2世代目の J ゲートでございます。これが2016年に稼働しましたので、だいたい5年に一度リプレイスしておりますので、次が2021年ということで、それを目指して今ベンダーの選定に入っているという状況でございます。今回第3世代に移行するに際してはですね、マッチングエンジンそのものの堅牢性ですとか、大きなコアコンセプトとしてありますけども、ローンチタイムリーということで、いろんな商品なりをですね、短期間に導入できるような柔軟性を求める声というのがかなりあるということで、そういったものを主なコンセプトとして現在開発をスタートさせようとしております。